三浦一平から1936年11月12日は愛知県出身の政治家、衆議院議員、愛知県壁海軍狩屋町大麻熊座、元屋敷出身、材木省の三浦圭介の長男、一旦は三浦家の家業を継ぎ、1887年頃に家業を整理して上京、日本橋にある株屋の社員となり、株式の加害店を経営して、 在を成した。1909年9月5日には、第10回衆議院議員総選挙の補欠選挙に出馬して当選。1913年1月には、第11回衆議院議員総選挙に出馬して2選。神谷伝兵衛をそそのかして、三河鉄道を設立させたり、豊田自動食器の工場を刈谷町に誘致するなどした。愛知県で、 旧正中学校設立の機運が高まった際、愛知県会では、狩谷町を設置場所の候補にすら挙げていなかった。三浦は、王の改造や神谷修介と手を組んで、狩谷町への誘致を働きかけた。陳情書を愛知県会、愛知県知事、文部省に提出し、愛知県会議員を個別に訪問して訴えると、1919年4月に、 愛知県立第八中学校が開校した。1936年11月12日に死去した。ありがとうございます。